せーの、通称宇宙人狼アマングアス。このゲームのプレイヤーは宇宙飛行士となって数名のクルーメイトと行動を共にします。各プレイヤーはそれぞれ別のタスクを与えられ、全員がこのタスクを終了させることを目的としています。ただしクルーメイトの中には1人から2人のインポスターと呼ばれる裏切り者がいます。各プレイヤーはタスクをこなしながら様々な情報を集め、会議をして一番怪しい人間に投票します。投票された人は死んじゃいます。全てのインポスターを追放したらクルーメイトの勝利。インポスターは自分が裏切り者だとバレないように邪魔したり殺したりしながらクルーメイトの人数を減らし、自分たちと同じ人数にしたら勝利となる。さあ、それでは今回もレッツ宇宙人狼。もう一度迷子になれます。はい、人類を助けたい。さあ、頑張っていきましょう。ということで、村です。また村です。ここブワーって集まってる時、一人ぐらい死んでも分かんないんだよな、正直。あ、一人死んだ、一人死んだ、一人死んだ。あ、緑だった、今、緑だった、緑だった。ちょ、早すぎて。ちょっとね。早くね。ネットザン、ネットザン。そうっすね。緑でしたね、今ね。ちょっと、いいや、奥。うん、うん、やって。あ、一人死んだ、あ、一人死んだ、一人死んだ、一人死んだ。あ、緑だった、今、緑だった、奥。うん、うん、やって。左の右ではなくて左の方です、はい、左の方で、左の方でとっさんだなって思ったそうで、しかもトッシンさん、はい、あのなんかあれですよ、ガスってやった後そこのタスクやってるように見せかけるの忘れて右に移動したんですよ、うん、そう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 、まあね、みんな見てないということだったのおそらくトッシンさんじゃないかなと。だから私ね、そこ集まるの嫌だったんだよ。俺最初みんな右行ってるから俺左からやったからね。はい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 。で、僕もちょっと下がったんで、下がって見てて、はい、そしたらトッシンさんが動いたんで、案の定ソーローさんです。いつかは誰かやるなと思って。あの皆さん、はい、これね、クリキちゃんとノッタンが人狼です、間違いなく。まあなるほど、まあ、そうなりますよね、確かにね。そう来る。なるほど。この二人が人狼かっていうと、僕ずっと右にいたんですよ、うん、左に行ってないんですよ、うん、なるほどなるほど。あ、なるほど、へえ。これ完全に黒隠したな、俺の中で。なのでじゃあトッシンつってクリキちゃんつってノッタン釣ればいいのね。いや、それだと白2人釣れちゃうだけで絶対ダメですね。そうですね。もう気にすぎませんか。これ今、クリキちゃんが今リポートしてくれて、僕を疑ってるわけですよね。僕はノッタンとクリキちゃんが怪しいんじゃないかなと思うけど、他の方はだって見てないわけでしょ。いや、だって上にいたらもういきなりリポート来たんだもん。もう一個だけ言っていいですか、トッシンさんが。まあみんな見えなかったかもしれないんですけど、トッシンさん最初右のタスクやってて、左のタスクやって、もう一回右のタスク行ったんで、絶対黒なんですよ。なるほどね。誰を殺そうかというところだったかな。なるほど。僕はずっと右にいますし、左になんか行きません。うん、突進を信じたい。でもまあちょっと今日は違うな。これ、これ絶対みんな僕に入れてるでしょ。いやいや、そんな多分ね、違うよ、スキップだよ。みんなスキップだと思いますよ。みんなスキップだから大丈夫だよ。わかりました。いや、よいだねろ。じゃあ今ですか、ね、ミニットと56さんはどうするのかな。実際見てない、いやもう実際見てないからちょっと どうなんだろうってとこなんです、本当に。ね、ね、56さんミニットに伝えたい。これは学校でもよくあるやつ。あの3人のうちね、2人が1人をいじめるんだよ。どうしに分かる、いつも疑われる人のこの気持ち。誰も信じてくれないっていうこの気持ち分かる。俺はもうね、人狼2人だわ、うん、もう犯人は2人。え、じゃあ私もトシンさん、トシンさんの言葉信じて。うわーすごい、今日も気が抜けねえ。あ、人気者だね。まあまあまあ、多分これで、まあまあ、はい、一人なんで、いいでまあ見えないけど、まあわかんないけど間違いない。はい、見えないけど間違いない。まあ今のはね、大丈夫です。いや、トッシンさんおもろすぎるだろ、それは。ヤシロさんとイリート、おイリートが戻ってたぞ今。大丈夫か、本当に大丈夫か。ヤシロさんはでもわざわざ右から出ていく理由はないから、おそらく白だと思う。多分誰も直しに行かねえけど、なんで誰も直しに行ってないのこれ。え、死んでんじゃん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 。人が集まれば殺すみたいな、なんなんですか。今なんか、ね、なんかバグってなかった、なんか。はい、あのメガホン持ってるリュンでございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。停電、ね、したじゃないですか。はい、で、はいはいはい、エレクトリカルに入ろうと思ったら、ちょうどね、うん、プシューってなって、手動だったことわからなくて、最初。あ、そうなんだね。中、ああ、扉ね。全然開かなかった。一番最初に私たどり着いたのに、開かなかったんですよ。今いなかった人、誰かをちょっと聞きたいんじゃない。一番最後に僕入ってきてました。そうですね、あの僕は一人でラボラトリーにいました。
エレクトリカルでその終わらせてる誰かが犯人ですね。これ俺はもう離れてるから白がやね、うん、私も少し後ろで見てました。じゃあ私と一緒にいた人が、はい、私も言いましたですよね。私もいました、はい。ちょっと僕今気になる発言が1個だけあったんですけど、ゴロコさんってエレクトリカルのどの辺にいたって言ってました今。ちょっと下ですよ。あの皆さんがそう集まってきてて、ノッタンさんが赤で最後にシュッて入ってきたと思うんですけど、それぐらいの見える距離にいましたね、はいはい、あのメガホンが出るかなと思ってたから絶対殺されると思ったからちょっと後ろにいたんですよ。直さないです。了解です、はい、暗かったのに見えてたのかなって一瞬思ったんですけど違ったんですよ多分ね。丸のところにギリギリ入ってたんですよねきっとね。じゃあ今のとこ結局マナミンさんと私とリュンさんの誰かってなりますよね。3人だけでした、はい、はい、ですよね。え、五六さんもじゃないですか。まあ、コロして離れた可能性もありますからね。そう、全然あると思います。ああ、そういうこともあるのか。あと一応1回目のトシンさん投票するって時に一瞬スキップしようとしたのも若干気にかかってます。ちょっとかばう感じですか。はい、いや、あれはもうなんかネタかなって。あ、そういうことですね。じゃあもしかして様子を見てみましょう。一人しかいない。そうですね、様子見ましょう。ちょっと、じゃあ左半分警戒で。はい、はい。くー、難しい。でも豊さんもトシンさんも死んじゃってるもんね。これよく考えたら五六さんはちょっと怪しかったけど、正直あの発言はちょっと怪しかったけど、まだちょっと分かんないから一旦はね。で今 3,4 人で一応多少固まって走っていればおそらく問題ないだろうという感じで、クリキッちゃんはもう間違いなく白なんで、とりあえずに暗くなったところから五六さんいないんだけど、これやっぱ五六さんじゃね。五六三目線じゃさ、画面明るくなってないのよ。だからワンチャン、ほらもうこっちにいるんだ。また電気か。563かこれ。ガンガン電気消すじゃん。結局563ここにも来てないな。でも人狼なら来るか。人狼なら来るかな。いやちょっと待てよ、もう一人の人狼が勝手に暗くしてるんだったとしたら違うな。これは話が変わってくるね。わかんねえな。もしかしたらそうか、これ可能性あるぞ。もう一人の人狼であるトッシンさんが勝手に電気を消しているから、豊さんじゃねえわ、五六さんが電気が暗くなっていることに気づけていないパターンはある。正直何これ、わかんねえ。発見者どうぞ。ですね、これは難しいけど暗闇来ましたね。はいはい、うん、暗闇来た時にエレクトリカルに行ったじゃないですか。俺は行ってない。僕も行ってないんですよね。行ってないですか。行ってないです。僕コミュニケーションで助けてました。じゃあ俺とクリキッちゃんだけしか行ってなかったってこと。わかんないです、うん、あ、私ラボラトリーいましたし、うん、ラボラトリーですれ違ったの見たわ。だ多分今回また同じ目に遭うんじゃないかと思ってみんな警戒していかなかった。行かなかった距離離さないと。3人くらい5、6ちゃんいたんじゃない、いなかったっけ。私多分なんですけど暗くなった時にエクタンさんのペットがちょっと見えてきたんですね、うん、オレンジのやつ。ストレージの前通ってませんでした多分。で暗くなってエレクトリカルのところに入って最初の1回目の時、うん、多分向かったと思うんですよ。で私はもう怖かったんで、うん、そのままストレージのガソリンにやって、いやストレージには行ってないですね。本当ですか。え、オレンジ色のペット誰持ってます、うん、そしたらストレージには行っていないけど、とにかくエレクトリカルから3人ぐらいいたんだよ。で直した後に俺は下行ったのね。 O2 で用事があるから。その時クリキッちゃんとすれ違ったのよ。で O2 でやって、あ終わったと思って、でまた中を通って上の方に行ったら進んどってました、うん、それは O2 に行って戻ってくる最中に電気が消えたってことですかね、うんうん、先に消えて、はい、でエレクトリカルに1回行ったの。 で3人ぐらいいて直して O2 に行ったってことですか。そう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 、直してまたすぐ暗くなったもんね。 O2 行く時にクリキッちゃんもいたんだけど、じゃあクリキッちゃんね下から入ってきたな。 O2 の下の扉あるじゃない、うん、外からの入り口、うん、多分そっちから
入ってきたな。なるほど。僕563最初怪しんでたんですけど、最初暗くなった時563エレクトリカル行ってなかったじゃないですか。暗くなったタイミングで行かない人狼っていないと思うんですよ。電気暗くした意味がないじゃないですか、はい、そしたら。とは俺は行かないな。そんな頭なかった。あ、ちょっとどうしよう、わかんないか、これ。まだ人、とりあえず今まだわかんない。暫定一人だもんね。暫定一人だよね、おそらくは。エレクトリカルにいたのは一応エクタンとクリキッちゃんと五六さんってことですよね。今は。私エレクトリカル、うん、エクタンさんと一緒にはいなかったです。最後のやつはいました。行ってつけた。わからんな。ちょっとこれむずいな。また電気消えたじゃん。電気めちゃ消すやん今回。みんな超電気消す。この建物で電気消すの強いってことが分かってるね。確かに電気消すの強いんだけどさ。マナミンじゃないことを祈る。はい。じゃなかった。あれマナミンいなかった今。マナミンいなかったと思うんだ。いたけどどっか行っちゃったんだか。まあいいか。リオンさん何やってんの。これの直し方がわかんねえんだよな。あ、フリーズウェイト。あ、そういうことね。むずいなこれ。今エクタンいるここに。いやーちょっとあんまり入ってきてほしくないよこれ。いや、おお、そっちか。いやーマジか。どこで殺されてたん？エレクトリカルの入り口のとこですね。下に見つけたんですけど、リポートマークが出たけど暗くて分かんなくてさまよってたんですよ、はい、どこにあるんかなと思って。とりあえずちょっともう分かんなかったんですけど、うん、もうあの押しました。多分これはもうちょっと私のおそらくなんですけど、さっき、うん、コミュニケーションズにいた人ってリュウさん、モッタンさん、エクタンさんだと思ってるんですよ。はいはいはい、3人まとまっていましたよね。で私その時に実はウェポンズで撃つタスクやってたので、はいはいはい、これもし反抗できるとしたらこれマナミンさんな気がするんですけれども。じゃあいいですか、うん、私、はいはい、コミュニケーションズの前でなんか3人ぐらいいたじゃないですか、はい、うん、で私もそこにいようと思ったんですけど固まっててさっきなんかやられたって言ってたからちょっと離れようと思って離れたんですよ、うん、確かに、うん、でもコミュニケーションズ抜け、の入り口の左側に行ってストレージの方に向かってて、でその後にフィックスライトが来たから行って、うん、そしたらなんかリポートボタンが出たけどどこにおるかわからんでちょっとさまよっとって結局もそのまま押したって感じなんで、確かにちょっと怪しいって思われてもしょうがないなと思うんですけど私はしてないです、うん、ちなみに今エレクトリカルに向かってる人って何人いました。私とマナミンさんですだけ。俺も言ってたよ、うん、私言ってません、はい、それ確かエクタンはウェポンズの入り口のところから暗くなったから上に行ったんですよね確か。僕もちょっとマナミンさんかなって気が若干しますけどね。私もねマナミンさんかなって気持ちが。いや問題ないですね一応。仮にこれでマナミンさんが白でも人狼が一人なんで、うん、一応まだ余裕はあります。そうだよね。ただちょっと私白のあれの表明だけしとっていいですか。はい、何でしょう、うん、さっきクリキッツさんが O2 かなんかでやられてたみたいな話して、うん、あったじゃないですか、はい、うん、でその時私行ってなかったんですけど、うん、私あの時全然違うオフィス側にいたんでそれが一応白照明ですっていうそれだけです、うん、一番最初にエレクトリカルのフィックスライトが来た時僕直しに行ったんですよ、うん、で一番最初マナミンさんと僕で入って行ったんですけど明るくなった時僕と五六さんになってたんですよ。え、そうです、私いましたよ。あ、いました。いや、マナミンさんはね、さっきその時ラボラトリーの方に来てたから。私早めに抜けたけど行きましたよちゃんと。電気がつく前に抜けて行ったんですね。ちょっとわからんな。ごめんよ、外れてるかなこれ。外れてる。いやもう直感しかないっすよだってまだね、ごめんよ。私で当てるじゃん。よかったーよかったー。やっぱり名推理。ボロクさん名推理。なんと運転が早かった。皆さん今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。私のったんゲーム実況実写それから声真似いろいろやってます。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。